石川県の都地方では断水が続き、トイレ不足が深刻となる中、サンドウィッチマンが気仙沼市に寄贈したトイレトレーラーが稼働しています。避難所となっている輪島市の不下小学校では、今月7日に気仙沼市が派遣したトイレトレーラーが到着し、使用が始まりました。トイレトレーラーは東日本大震災後にサンドウィッチマンが開設した 東北魂義援金の寄付でおととし制作されたものです洋式の水洗トイレ3基が備えられていてうち1件はバリアフリー対応です厚生労働省によりますと石川県や富山県できょう午前7時現在およそ6万600軒以上で断水していてトイレ不足が深刻となっています避難している住民からは 便座も暖かく重宝しているという声もあり気仙沼市では当面の間トイレトレーラーの派遣を継続する方針です。